勘弁してくれよ、またここは一体どこなんだ朝目覚めたらいつもと違う場所、いつもと違う景色、両隣には髪色が派手な女。そこからここはどこで、こいつらは誰なんだ。黒幕笑いだ。でもこんな黒幕はいない。こいつはずっと携帯いじってる。多分プログラミングの天才系のやつだ。こいつ仲間にしよう。すみません、もしよかったら二人で協力してこの部屋から出ませんか。いいですね。よかった。断られそうだったけど全然いけた。でも俺も YouTube とか、まあ、テレビとか見てて思うけど、説明中華社からみたいな感じで、みたいな感じで、やっぱいつもこの自由なギャル2人と常日頃一緒にいて、はい、なんだかんだこううまく企画を成立してくれるのがたもちゃんじゃん。まあ成立してないよね別に。まあもう見せ物にはしてくれるというか、この2人をうまくコントロールできるんだったら、この2人以外の猛獣も扱えるよねって思って。で、芸能界にはたくさんいろんな猛獣っているじゃん。デヴィ夫人だ。猛獣って言い方かな。今回とあるあの猛獣さんをキャスティングしたので。猛獣さん、猛獣さん身近にいたの。猛獣さん見つけて捕まえてきたので。だから今回はそのギャル2人じゃなくて、そのまた違った猛獣さんと一緒に、はい、とあるミッションを考えたので、おその猛獣さんとナノちゃんが力を合わせてそのミッションをクリアできるかっていうことだよね。これ一応最初リードをつけるのよ、んこいつらに。でちゃんと外して出てくから使われてるかどうか知らないんですけど、まあでも目指したいよね。この猛獣使いといえばスガちゃん最高ナンバーワンみたいな位置には行きたいから、猛獣さんと、ガノちゃんがミッションやってる間、ギャル2人はモニタリングして、なるほど、客観的な猛獣を見てほしい。まあ一応猛獣のプロではあるからね。自覚ないけど猛獣界ではまだまだじゃないの。いやまだまだだけど、一応プロの猛獣ではあるわけ。一応ね。じゃあゲストそろそろもう呼んできてるので。あ、教えてくれないんだ、誰か登場するまで分からない。楽しみね。オッケー。じゃあ、彼女は別室に行ってください。はい、頑張ります。ちゃんと猛獣をおとなしくさせなよ。それで、まんまこいつら入ってきたら一回マジ褒めるから。パーティーちゃんの今夜は何パー。広めのね、会議室の個室に何か連れてこられましたけども、なんか席が2つあんのよ。これもう2人か、ちょっとねしんどいのよ2になると。普段だってギャルもさ1でいいのにさ2っても意味わかんねえじゃん。なんか文句言ってる、うざい。やーちょっと本当に、でもちゃんと変なの人だけやだな。はい、お待たせしました。ここも相変わらず2丁目な空間だわ。ちょっと一回ごめんなさいね。会いたかったよ。あ、そうだね。あ、落ち着くやっぱり。会いたかった。ちょっと別に元彼とかじゃないでしょ。違います。元彼じゃない。なんだよ、そろそろ言ってんよ。浮気？現在付き合ってない。ちょっとごめんなさい。2丁目ようこそ、イエーイ。イエーイ。よっしゃ、カフェ。いいじゃん。新生パーティーちゃん。枠取られちゃった。でも絶対うちらより映えてる。違う違う、絵面強。自己紹介いいですか。じゃあ自己紹介、自己紹介改めてね。自己紹介、自己紹介忘れた。ちょっと改めて、多分その視聴者のね、あんな暑い夜過ごしたの。違う違う、過ごしてない。
匂わすの。昔あったの、そういう感じ。昔あったよ、ライブ。昔、いや、これもうめっちゃブレるけど、一回ちゃんとキスだけしたことある。マジで？自己紹介だけ改めて。オーケー。はい、アメリカ生まれ、新宿二丁目育ちのお姉芸人、コーディーです。よろしくお願いします。僕の後輩に当たるのかな？後輩です。同期が？同期は、四千頭身とか、丸山礼さんとか、田さん、僕からの、ね、レイちゃんとか、あと新作のハマる。そうね、その世代よね。はい、ほいで。はじめまして宮川大輔です。違いますね、すいません。とんでもないボケです。マリナゲーサンズのしげこです。よろしくお願いします。イエーイ、しげちゃん。しげこね。しげこ。いや、意外と、がっつり絡むの初めてよね。あの絡むのが初めてです。先月、卒業したばかりです。そうだよね、4月所属なんですね。そうです。だからまだ芸歴、まだほやほやです。ちょっとすごいね。はい、全然ギャル2人、なんだっけ、レベル1だった。2人のキャラ、ちょっとごめんなさい、キャラとボケ数多いの。いや、うちらは別にボケてないよね。これが数だよ、ナチュラルです。ナチュラル。どこだっけ、出身が。アメリカのインディアナ州です。アメリカのインディアナ州、はい。で、好みの好きなタイプは、小田切ジョーです。あ、小田切ジョー、はい、小田切ジョーさんが一番。小田切ジョーはもう世界一だと思ってます。ライバルだ。なるほどね。うちのジョーは渡さね。一番、はい。え、で、しげこ。しげこは、女と女、男のハーフです。違います。あ、そう、男と女のハーフは、まあ、それぞれそうなるから。あと、難しいな。難しいぜ。出身は？あ、出身、インドネシアとユニフォームハーフです。茨城出身です。あ、なる、ハーフなんです。インドネシアハーフで、はい、で、何歳今？今、21歳。あ、若いの？若いんですよ。若いの？若いんですよ。なんだろ、バクついて。そう、若いの。コーディ何歳？私、ババアよ。何歳？25だけです。36です。あ、そうなの。だいぶじゃあ。ごめんなさい、31です。そうなんかい。31かい。すいません。気持ちは21ね。気持ちは21ね。気持ちは21。わかる。ちょっとその一回水商売集もすごいから。はい、じゃあ黄色からさ。シャンパン。知らないやつだ。シャンパン。じゃあ今日のミッションを。はい。はい。今日のミッション。ミッション。15分以内に、3段のトランプタワーを完成させろ。バカキャラ強2人とトランプタワー、トランプ激薄企画をやるってことね。え、トランプってトランプ大統領違う。大統領のトランプいいね。暇でボケてくるね。Make America Great Again。 この、Make Japan Great Again。 ターン守れ、喋るターン守れ。わかりました。ここなんか少しずつ熱くなりました。あら、すごいじゃない。やろい、ちょっと見ましょうか。トランプタワーも作るしね。しげこのしげこが見えちゃうんじゃないこれ。ああ、確かに細いもの、ね、ここ細くて深い。はい、じゃあやりいきますか。はい、用意スタートですか。じゃあ普通に作ればいいですよね。はい、じゃあ用意、はい、スタート。 OK。 こちらさんが作るんですよね。うん、いや、みんなで協力して。マジで？みんなで協力して、だから、はい、とりあえずじゃあマニュアルないですか。どうやって、なんなんなんだおい。ちょっと私も入って、いけてね、ちょっと。ピッチするなよ。なんだスタート。すごい、でかくない？ああ。なんか嬉しそうじゃない？なんかね、喜んでる。全然嬉しそう。あらららら。タワー強さ見きすぎちゃった。これ3人で一つのタワーマンション？タワーマンション。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 住みて広げるの、広げる。広げなくていい。じゃあ、はい、一回とりあえずさ、はい、できる。一個こう作ってみようか。それで、ね、それぞれさ、それぞれ、あと受けと立ちを取って、受けと立ちなんてちゃんと言うなよ。受けと立ち。じゃあ菅さん上から乗せて。あ、始まってるね。
これ、一回さ、立ててみ普通に、うん、上にどうやってすればいいこうやって、重さを上にこうやって乗せないとダメじゃない。すがさがさ、上にですね。なるほどこれで、はいはいはい、こう。あー、いやー、重い。あー、あー止まってんの。ちょっと待って、どうやってすんのマジで。こう、合ってる合ってる合ってる、絶対合ってると思うよ、絶対合ってると思うよ。え、横で、マジで嬉しそうじゃん、普通ね。なんなん、こいつ。え、ガロちゃん、もしかしてさ、別に女の子だけじゃなかったじゃない、興味あるの。みんな、ってか、自分に興味を持ってくれる人が大好きなんだと思う。あー、もう持って帰ってもらっちゃえ。ほんと。こんなだって、チヤホヤしてもらうことないじゃん、普段。確かに。嬉しくてしょうがない。こうやって、で止めたところで上に乗せるんじゃないの。なるほどね。これで、こう。ちょっと昨日飲みすぎちゃったから、それぐらいだった。はい、怖くなる。できた。あー、ブラックだった。ごめんなさい。やばい。ちょっと手の震えだけな。手の震えだけ。昨日もな、新しいの。飲みすぎちゃって。飲みすぎちゃって。飲みすぎたのは、はい。すがさのせいよ。俺のせいみたいなね。うん。すごい体でしてる。ないならないって言われたから。文字使いっていうか、なんか、転がされてるよね、こいつが。うん。多分、はい、お兄さん、はい、分かった分かった、はいはい、ごめんなさい。多分ね、こうで、一個ずつ立てていかないと、なんかダメだね。これで乗っけていいの？乗っけていいと思うような気がします。で、これで端っこと端っこじゃない？違う？端端でこう。え？で？で？どうすればいいの？止めて。どうすればいいの？これ15分じゃない？あ、待って待って。あ、行けた行けた行けた。行けた行けた今ね、私外すのでこれ行かないと思う。行かない行かない行かない。本当本当。どうすればいい？どうすればいい？ね、考えちゃうんだ。ちょっと待って。ちょっと待って待って待って。ごめんなさいごめんなさい。本当に難しい。難しい。さっちゃんこれどうやってやるの？難しいけど。わかんないけど、すごく積極的ではあるの。めちゃくちゃ積極的にやってくれるんだよな。どうですか？違う？で、こうやって違う？あ、ね、あ、よりもっと遠い？わかんない。あ、ここで、側で使う。あ、できたかも。あ、ダメ。あと、一旦俺のこと置いてきぼりするんだけど。置いてきぼりでやったから、今ちょっと時間ない、やばあと何分。あと10分です。あとほら、10分。あ、もうスタートしてるんだよね。そう、してるしてるしてる。してるんだ。あ、かけてる。すごいすごいすごい。じゃあまず、ね、まずこうね。そう、じゃあ一回で、すがらさんに立ちになってもらって、上から。だって、全然率先してやってくれてるし。なんかずれてる、ずれてる。分かった。多分うちらね、カーペットで作った方がやり止まりやすいんじゃない？ああ。下で。なるほどね。じゃない。オープン。違う。いらっしゃいませ。僕が大味なんだよな。いや、下からやりましょう。暴れる暴れるな、暴れるなよ。大味なんだよな。絶対絶対これ止まる。違う違う、絶対声止まる。信じて、これ絶対止まる。絶対止まらない気がします。ケツ見ないでよ。ケツ見たよ。そっちからこう来てる。ケツ見ないで。店に来てる。行け。腰を近づけろ。おーおーおー。あ、いけるかも。いけるかも。あ、ごめんごめんごめん。あ、いけるかも。いけるかも。はいはいはい。音もよ。すがさん。あ、いいね。絶対いける、絶対いける、あ、いけるいける。こっちだって止まってんのよ。ほらほら、しげこ。あーもう無理。大変。どういうだよ。やばなのすげー。リスナーが途中から見た人が特殊エロビデオだと思うから、その見たことない景色だ。え、楽しそう。やりたい。普通にガラちゃんこっち来ればいいね。ガラ別にもういいよ。4人で仲良くするから。マジお願い、勘弁してから。あ、もう無理。あたし、すごいね。あとその無理。お兄さん。あと俺お兄さんじゃねえか。なんとかして。なんとかして。分かった分かった。分かったけど、すごいこの企画にはめちゃくちゃ紳士的に向き合ってくれる。多分うちらね、こうやってカラネルトランプタワー使う。カラネル張ってるよ、私。こうやってちゃんと体張ってるよ。で、うちら二人で下にこうやってやって。そうそうそう。で、俺が乗ればいいってこと。 Yes。 乗るぞ。はい、乗るぞ。はい、いいね。いいよ。乗ろう。あ、いや、あ、感じてない。あ、できました。あ、正解、いける。これで完璧じゃない。これで完璧じゃない。何やってんの。何をやってんの。あ、いいね。あー、落ち着く。落ち着く。
の何の匂い。エルロエルロエルロちゃん、ちょっと待ってくれ。エロマッサージのコントが始まってもう一人のやつエルロっていうコントとしても成立してないし、自発的にムラムラしてるだけだ。普通にエロかったです。普通にエロかったです。最後の4分ですから。やばいやばいやばい。ラスト4分の新曲空間。じゃあまず俺がここ作るね、はい、兄さんも増え、あ、やばみあとできる男、すごい。わ、ここ乗り切れるわね、あ、ここここ、あ、来た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 待って、なんでうまいの、なんでうまいと嫌なんだよ。怖い、どうしよう。そう、いやいや、これど、そう、ど、ど、じゃあこうでいける、もう一個黙って、頑張る、ここ、ここよ、ここ行きたぞ、行った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 、どうするの、しげこいけるの、無理。これ無理。でもこれさ、3、これだと2だけになるじゃん、うん、だから3、3、もう一回、はい、もう一回、もう一個作らないといけないの、もう一回やって、マジ、うん、もういい、これでいい、このまま食べる、上に行きましょう、いける、俺行くじゃん、こ、うん、行って、行ってください、行って、早く行って、あ、やーやー、こんなことで広告つけれなくなりたくない。はい、絶対行ける、絶対行ける、いけそう、応援してます、頑張れ日本、頑張れ日本、頑張れ日本、全然思い上がりました、すいません、思いついたから強く言おうじゃないこういうの大事なところだからね、たまにね、一瞬にちょっと宮川大輔さん出ちゃうんですよ、好きだからね、ねえ、宮川大輔です、今日3月がないわ、違う違う違う、あとその好きなだけで何も似てないキャラも3月があると本当に似てるんだ、集中して、あ、やだ、そうだよ、集中してもらっていい、喜びすぎじゃない、ガルちゃん、めっちゃ楽しそうで嬉しそう、今なんかもう好きな女にこうグッチされた顔してる、うん、息ふーってしてるね、愛の風なんです、愛の風しちゃダメだよ、崩れちゃうから、おめでとうございます、できたじゃない、これいいんじゃない、え、ちょっとマジめっちゃキモいんだけど、できた、イエーイ、ううこれが若者の力、いやーすぎー、はい、はい、シャンパン入った時のテキーラー、テキーラじゃないから、シャンパンシャンパン、オーライオーライ、乾杯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 、じゃあ、あれ、ご褒美あげちゃおうかな、あー、いただきましょう、いただきます、違います、いくよ、あ、いきます、いくよ、ご褒美いただけるんですか、ちょっと、全然打ち合わせしてないんだけど、どういうご褒美ですか、えどういうご褒美、チューじゃない、あ、チュー、あ、マジでそれは大好きなものでしょ、ね、あ、で、ご褒美で僕はチュー、いいですか、消毒しました、あ、はい、私もちゃんと消毒したぞ、オッケー、やり慣れすぎだから報酬を買って、ちょっと臭いから臭いから、もうね、あの2人の結婚のおかげで、この難しいミッションをね、受けてきたっていうのも、単に本当二人の、魅力、女性としての魅力が非常にあったから、キモすぎるぞ、あたしも近づきづらいわ、ねえ、ねえ、こんばんみー、こんばんみー、普通から合コン楽しんでるやつみたいな、いや、実は、どうしてんの、ちょっとね、本当にまあまあ、普通にマジで、ね、一番楽しかったですよね、うん、人生で一番楽しいでしょ、あいやーちょっと多いじゃん、ありがとう、普通にね、まずただただお店に来たバター、うん、めっちゃ楽しそうだったもん、だって何、文字使いとか全然使えてない、そうだね、企画にしてただ遊びに来たって初見内容、これはね、ちょっと俺にはまだ早かったわ、あー、まだまだ強敵だった、いや、ちょっとね、第一弾じゃなかったもんある意味ボスだもんね、確かにマスボスで、マスボスで、すがちゃんの、猛獣使いナンバーワンを目指す企画でした、ありがとうね、2人ありがとうございました、ありがとうございました、イエーイ。